先生、バイクショップにあるババを盗もうとしていたクソガキが二人いたから警察に通報しました。そのまんじろう救ったのか、デュルモールト。お前は人命救助の功によりステラを授与する。ウルトラミンジクブルーエレガントだ。先生、私はシゲチー君がサンジェルマンでサンドイッチを買う前にサンジェルマンに並んでサンドイッチを買い占めました。シゲチー君がキラヨシカケに爆破されるのを事前に防いだんだな。デュルモールト、異常にいいぞ。お前は人命救助の功によりステラを授与する。ウルトラミンジクブルエレガントだ。なるほど、人命救助でステラがもらえるのか。よし、ドドリアさん、ザーボンさん、長沢くんの家を燃やしてきなさい。そこに私が駆けつけて長沢くんを救い、ステラをもらうから。イエス、ユアハイネス。とある国の王様が国民から金品を奪い、国民を虐殺してるところ、現れた若林くんが救い、国民のヒーローになったらしく、ステラ1万個授与されたらしいわ。若林くんは七部会だし、裏ではジョーカーと呼ばれてるみたいだけど、すごい活躍ぶりよね。あにゅ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 、さすが若林くん、マスイ連行のオールマイトと言われてるだけあります。あにゃも頑張らないとます。なんだろう、ヒーローを育てるつもりがヴィラン養成所になっとるわ。僕のヴィランアカデミアか、これ。今確かに聞こえてます。海で溺れて助けを求めているこの声が、今人命救助のチャンスがペカってます。先生、ちょいと人命救助してくれます。アリーデデルシ。当たり前のように窓ガラス割って出かけんのやめてくんね。若林くんがクレイジーダイヤモンドで窓ガラスを直した分。当たり前のように窓ガラス秒で直すのやめてくんね。金槌の少年、金塊の主に食われるか、溺れて海の木屑になるか怖いだろ。でももう大丈夫。なぜって、アーニャが来たな。アーニャ、立派に人命救助して帰還したます。考えるより先に窓ガラスを割って人命救助した。君はヒーローになれる。アーニャ王者にステラを授与する。言ったのは偉いけどさ、なんでルフィ君を学校に連れてきた。そう、ルフィがどこにもいねえ。もう溺れて死んじまったのか。ニカニカ、いや、ゴムゴムの実を金塊の主に食われたのか。腕なくなる覚悟で救いに来たのに、クソ、ルフィがいねえ。背脂まみれのラーメンだけど、ここにマヨかけてバターも足すわ。この真実だけでも胃がもたれていく。